今オシロスコープの購入を検討してます。デモ機をいろいろ借りていて、今日はその紹介になります。まず今日の動画、テクトロニクスの4シリーズのオシロスコープです。これを見ていきます。今回オシロスコープを購入するにあたって何を重要視しているかなんですけど、重さと取り回しと、あとは操作感ですね。まず重さ、4シリーズなんですけど 7.7kg、そこまで重いわけではありません。 10kg 以下なので、こういうふうに手で持っても十分使える重さです。で、横幅どのくらいあるか、この取っ手の部分が一番出っ張っているので、ここで測ります。横幅 405mm です。まあまあですね。この本体を斜めに置かせる機構があるんですけども、そこに少し工夫がしてありました。この部分動いているの分かりますでしょうか。この部分が押されていないとこういうふうに後ろに行くんですけども、この部分が押されているとここを押しても奥には行きません。ですので、本体がこういうふうに前の方に斜めになったとしても、足の部分が押されているのでここは動かず倒れる心配はありません。起動時間はどうなるか見てみます。今電源が入りました。奥の背面のファンが回ってます。今画面がつきましたね。で、 OS は Windows ではなくて Linux ベースのもので動いていると言っていました。今ちょうど1分が経過しました。まだ波形の測定は行える状態ではありません。で、今本体がカチャカチャ言い始めて、何でしょう、キャリブレーションでもやってるんですかね。あ、で、今波形が測定できるようになりました。まあ、2分40秒程度かかっています。まあ、起動には意外と時間がかかりますね。456シリーズでプローブのインターフェースのところが少し変わってます。この BNC のところと上に、まあ、ポツポツがたくさんあるやつ、これは前から同じなんですけども、 BNC の下のところにデジタル専用の端子ができてます。で、ここにですね、同じようにデジタルのプローブを接続するという流れになってます。まあ、接続すると一番分かりやすいんですが、こういうふうにデジタルの8チャンネル分このプローブのやつが出てきてます。ただ今回選定するにあたってですね、デジタルのやつはほとんど使わないんですね、一見の場合。ですのでアナログの性能だけで今回は選びました。プローブを接続して実際に波形を見てみます。受動プローブです。波形表示の操作方法ですが、画面右側にある物理ノブを回すとできます。まあ、これは従来からのオシロスコープと同じですね。で、そして2つ目の操作方法なんですけども、画面をタッチしても同じように操作できます。波形を画面のどこに表示させるか、時間軸の拡大縮小、振幅の拡大縮小も同じようにタッチで操作できます。タッチパネルで画面を操作すると若干のラグ感みたいのはあります。まあ、こんな感じですね。ちょっと反応は遅めです。チャンネルの追加はタッチパネルの方からでもできますし、右側にある物理ボタンからでも追加と削除ができます。例えばチャンネル3を消したい場合、これこういうふうに、まあ、持っていけるんですけど、これを下の方に持っていくと、そうすると消えますね。チャンネルにも同じです。テクトニクスのこの受動プローブ見てみると、トリマーキャパシタのつまみがありません。本体側で全部いろいろやってくれるんですね。複数の波形がある場合の表示方法ですが、このように全ての波形を同じところに重ねるオーバーレイもできますし、今変更しましたスタックタイプの表示方法というのもできます。このように波形を追加していくとどんどんスタックされていきます。全てのチャンネルを表示した状態で操作すると、その操作遅れみたいなものがさらに目立つようになってしまいました。波形のオーバーレイ表示かスタック表示、これはどちらがいいかなんですけども、結局好みで使い分けたり、あとはどういった波形を見たいかによって使い分ければいいでしょう。波形を多く表示させていると結構タイムラグみたいなのが出てきますね。まあ、これは頻繁に変更するものではないので、このくらいで大丈夫でしょう。波形のズームなんですけど、これここでもタッチパネルでこういうふうに特定の箇所だけ選べるようにはなってます。まあ、こんな風に選ぶこともできますと。
ただ操作がですね、全体的にちょっとラグがありますね。わかりますか？まあ、この操作感としてはあのラグがあるので結構気になる人は気になりますね。エディットのところを押すとアンドゥがあるので一つ前の設定に戻せますと。動画撮影の時に重要なのがバックライトの明るさです。バックライトが暗いとカメラ映りがどうしても悪くなってしまいます。オシロスコープの画面を撮影する時だけ照明を落とせばいいかと思うんですが、それだと面倒くさいので効率化のために最初からバックライトを明るいものを選びます。このユーティリティのところからバックライトの明るさを選べるんですけど、これ今一番明るい状態で、で一つ暗くすると、これが一番暗い状態ですね。違いわかりますか？で動画で使うのでこのバックライトはですね、なるべく明るいのを選びます。であとこの本体のフォントのサイズも変更できますね。でこれ今フォントサイズが一番大きい状態です。一番小さくすると、はい、フォントサイズものすごく小さくなりました。これあとさすがに見にくいので一番大きいサイズにします。あと面白いと思ったのはユーザーがですねチャンネルの色を変えられますと。このチャンネル1のところでなんか適当に色を変えると、わかりますか？ここの色とあとこの波形の色も変えられると。でチャンネル1を選ぶとですね、ここのノブの LED の色も変わります。性能面で一つだけ注意することがあるんですけど、あのテクトロの12ビットのオシロスコープはサンプル数が上がると12ビットじゃなくなるんですね。これデータシートをよく見れば書いてあるんですけども、今サンプル数が 1.56 ギガですけども、縦の分解能は12ビットです。これさらにサンプル数を増やすとどうなるか、はい、サンプルの縦の分解能が8ビットになりましたね。あの常時12ビットではないのでその点だけ注意です。性能に関して、まあ、注意が必要なのはその点くらいかと思います。あとは拡大した時にビット数の違いが分かりやすいのでそれもちょっと試してみます。これは今8ビットでサンプルしているので、こういうふうにあの量子化の誤差みたいのが、まあ、カクカクしてますね。これでサンプリング数を少し減らして12ビットにしてみます。ここ違いをよく見ててください。はい、だいぶ細かく綺麗な波形になりましたね。だいぶこの分解能がですねさらに細かくなって、まあ、綺麗な波形になりました。これは今ハイレゾモードは使ってません。このオシロスコープハイレゾモードというのがあります。このハイレゾモードを使うと周波数の帯域は少し下がるんですけども、縦の分解能をさらに増やすことができます。こういうふうにハイレゾモードを使うとノイズの中に埋もれていた微小な信号ってのも、まあ、分かるようにはなるんですけども、帯域は確実に落ちるようになるのでその点だけ注意が必要ですね。まあ、結構使いどころは選ぶかと思います。まあ、ただハイレゾモード結構便利なので、まあ、割とよく使うかと思います。であとはいろいろ波形の測定ですね。ここにメジャーってのがあるんですけど、そこで選べるようになってます。最大値 2.5V でアンプリチュードが、まあ、振幅が 2.5V ですね。で周波数とかもいろいろできるようになってて、例えば、まあ、ピリオドとか、周波数フリクエンシーとかあってここに表示されています。でこの測定のやつを消すときはこういうふうに消していけば OK です。最後カーソル。カーソルはなかなか使いやすいです。動きもスムーズ。左右のカーソルに時間と振幅が出ています。そして真ん中のところには時間の差分と、まあ、周波数ですね、あと振幅の差分も出ています。はい、というわけでテクトロニクス4シリーズの簡単なレビューでした。測定の性能についてまあ文句は全くないです。かなり性能は高いと思います。ただサンプリングレートを上げた時に振幅の分解能が12ビットから8ビットになる点だけ注意が必要です。常時12ビットではありません。測定の性能については一見の使い方では全く問題なしです。ただ本体側の性能で若干の操作のラグが目立つ場面があります。定期的に本体のソフトウェアはアップロードされるようなので、そこら辺で動作の改善が見られるかもしれませんが、詳しいことは分かりません。あとは周波数帯域をアップグレードできるのもいいですね。本体の中身は全部同じなんですけども、まあ、ソフトウェアでリミットがかけられていると。お金を払えばソフトウェアのリミットを解除できます。
あとは本体のアナログのチャンネル数6というのは結構中途半端に聞こえるんですけども、使ってみると6というのはなかなかいい数字です。4チャンネルだとちょっと少ないんですけど、8チャンネルだと多いみたいなことがたまにあります。例えば3層の測定だったりモーターの測定ですね。そういったところでチャンネル6というのは意外と役に立ちます。はい、というわけでテクトロニクス4シリーズの簡単なレビュー動画でした。ありがとうございます。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。